私の名前は千夏。これは私が高校生の時に体験した女の怖い話です。私は中学卒業後、同じ中学校だった人がいない市内の高校へと入学しました。入学式の数日前から友達できるかなという不安でいっぱいでしたが、入学式当日から仲良くしてくれる友達ができて、幸先の良い高校生活がスタートした。高校生活に慣れ始めた2学期、仲良くしている隣のクラスのあずさの彼氏が教室に来た。市の彼氏の名前は大樹。大樹は市と同じクラスで、私のクラスには数人仲の良い友達がいて、時々遊びに来ることがあった。大樹、千夏ちゃんおはよう。私、おはよう。もう昼過ぎてるけどね、かっこ笑い。大樹、確かにかっこ笑い。今日は一人なの？私、教室から出るのが面倒くさくて。大樹、なるほどね。市のところに、ゆきのちゃん来てたよ。私、そうなんだ。でもいいや。ゆきのは、私とあずさとは別のクラスで、休み時間になると、市のところによく行っていた。大樹、そういえばさ、千夏ちゃんって、彼氏いるんだっけ？私、いるよ。大樹、付き合ってどのくらいになるの？私、中3からだから、そろそろ2年になるかな？大樹、長いね。中学が一緒ってこと？私、うん。大樹、そんなに一緒にいて飽きないの？私、頻繁に会ってるわけじゃないし、飽きるとか感じたことないかも。大樹、でも中学が一緒なら、毎日顔合わせてたでしょ？私、そうだけど、クラスが違ったし、毎日一緒に登下校してたわけじゃないから、日によっては一瞬しか顔見ない時もあったし、かっこ笑い。大樹、そうなんだ、かっこ笑い。私、うん、かっこ笑い。大樹、なんかさ、こんなに話したのはずだよね。私、そうかもね。話すときは、だいたい師もいるし、1対1での会話もこれが初めてかも。大樹、だよね。この流れで、今日デートしちゃう？かっこ笑い。私、彼氏いるししないわ。そもそも友達の彼氏とデートってかっこ笑い。大樹、だよね。かっこ笑い。じゃあ一緒に帰る？かっこ笑い。私、いや、師と一緒に帰りなよ。かっこ笑い。大樹、千夏ちゃん、冷たくない？俺のこと嫌いなの？かっこ笑い。私、だから、私には彼氏がいるし、大樹くんには、師がいるし、好きとか、嫌いとか考えたこともないよ。かっこ笑い。大樹、じゃあ俺のこと好きってことで、今日一緒に帰ろ。かっこ笑い。私、だから無理。かっこ笑い。たあいもない話をしていたら休み時間が終わった。それから授業を2限受け、学校が終わった。私はいつも同じクラスの琴音と一緒に帰っているのだが、この日琴音は体調不良で休みだったので一人で帰った。学校から最寄りのバス停まで徒歩10分ほど、一人だったこともあり、イヤホンで音楽を聴きながらバス停に向かった。よ、大きな声と同時に肩を叩かれ、振り返るとそこには大樹くんがいた。急いで片耳のイヤホンを外して、どうしたの？と私は声をかけた。大樹、どうしたのじゃないよ。今日は一緒に帰る約束してたじゃん。かっこ笑い。私、断ったじゃん。かっこ笑い。大樹、あれって断ってたの？かっこ笑い。私、誰がどう聞いてもあれは断ってたよ。かっこ笑い。大樹、まあいいや、バス停まで一緒に帰ろ。そう言われて、バス停まで一緒に帰ることになった。私、そういえば市は？大樹、ゆきのちゃんと遊ぶことになったらしく、今日は一緒に帰らないってさ。私、そうだったんだ。一人で帰るなんて寂しいね。かっこ笑い。大樹、千夏ちゃんがいるから一人ではないけどね。かっこ笑い。私、そういう意味の一人じゃないよ。かっこ笑い。こんな会話をしていたらバス停に着いた。私と大樹くんは住んでいる地域が真逆のためバス乗り場は反対。なのになぜか大樹くんは私が乗る方のバス停に立っている。私、あれ？大樹くんあっちのバス停だよね？大樹、うん。まあいいじゃん。かっこ笑い。
私、こっち、方面に用事があるの？大輝、用事はないけど、気分かな、かっこ笑い。私、そっか、私は特に気にせず、バスが来るのを待った。それから5分ほどが経ちバスが来た。私、大樹くん本当にこのバスに乗るの？大輝、そうだよ。大樹くんも一緒に、同じバスに乗ることになり、バスの中でもたわいもない会話をしながら、駅に向かった。駅に着いてからは解散となり、私はそのままバイト先に向かった。翌日、いつものように登校すると珍しく、あずさとゆきのが教室にいた。私、おはよう。朝からこの教室にいるなんて珍しいね。あずさ、話したいことあるんだけど。私、何？あずさ、なんじゃないよ。ゆきの、ちなつ昨日何してた？私、学校が終わってから、夜までバイトだったけど。ゆきの、バイトの前は、何してた？私、バイトの前は、誰とも遊ぶことなく学校が終わった後バイト先に向かった。ゆきの、本当に？私、うん。あずさ、大樹とどういう関係なの？半泣き状態で、あずさが質問をしてきた。私、どういう関係って、私には彼氏がいるし、大樹くんには、死がいるし。あずさ、そういうことじゃなくて好きか嫌いかを聞いてんの。私、友達としては好きだけど、恋愛感情はないよ。あずさ、じゃあ昨日の花に？私、昨日のって。あずさ、とぼけないでよ。どんどん感情的になるあずさ。私、さっきからあずさもゆきのも、何の話をしてるの？あずさ、本当に最低。私、なんで？私何かした？ゆきの、昨日、千夏大樹くんから告白されてなかった？私、え？何の話？昨日大樹くんとは話したけど、告白はされてないよ。ゆきの、昨日一緒に帰ったんでしょ？私、一緒には帰ったけど、告白はされてない。ゆきの、教室で大樹くんから告白されてたよね。私、だからされてないって。ゆきの、聞いてた人がいるんだから。私、誰？嘘はやめてよ。ゆきの、嘘じゃないよ。昨日大樹くんからデートに誘われたでしょ？それで、昨日大樹くんと一緒に帰ったんでしょ？私、昨日休み時間にデートに誘われたし、昨日大樹くんと一緒には帰った。だけど、デートは、ちゃんと断ったし、たまたま帰る時間と方向が、同じだっただけで一緒に帰る約束はしてない。教室にはどんどんクラスメートが登校してきてみんな、こっちを見ていた。あずさ、昨日大輝から別れようって言われたの。私、え？なんで？あずさ、とぼけんな。千夏のせいだよ。私、なんで？泣くじゃくるあずさ、悪者になっている私。ゆきの、大樹くんに、好きな人ができたんだって。私、そうなんだ。あずさ、その好きな人って千夏のことでしょ？私、違うと思う。私彼氏いるし。あずさ、そういう問題じゃない。昨日大輝からデートに誘われて、一緒に帰ったのにまだわかんないわけ？私、わかんないよ。状況が状況なだけに私は、一瞬感情的になってしまった。こんなに責められることある？というのが正直な心境。だって私は、死の彼氏である。大樹くんとたまたま一緒に下校しただけ。どうしてこんなにも私が悪い状況に？ゆきの、千夏さあ、そろそろ気づきなよ。私、何か？ゆきの、死がいる前で言いにくいけど、大樹くんは、千夏のこと好きなんだよ。私、そうだったんだ。ゆきの、気がつかなかったわけ？私、うん。だって、私には彼氏がいるし、彼氏がいる人のこと好きになる人なんていないと思ってたし、ゆきの、そんな風に思ってるのは千夏だけだよ。私、そうなの。ゆきの、彼氏がいるとかいないとか関係なく、彼氏が別の高校なら奪っちゃうって、手段もあるからね。私、そんなことをしようなんて思ってる人ないでしょ。ゆきの、その結果がこうでしょ。大輝、おはよう。なんか、空気重くない？あずさどうした？運悪く大樹くんが教室に遊びに来た。教室には
クラスメート全員が登校しているのにずっと静かなまま。あずさ、くんな、大輝、なんでよ、かっこ笑い。あずさ、全部お前のせいだ。大輝、どういうこと？あずさ、大樹の好きな人って、千夏でしょ？大輝、そうだよ。よくわかったじゃん。ゆきの、大樹くん、本当なの？大輝、うん。昨日千夏ちゃんに告白しようと思ったけど、ちと別れる方が先かって思って告白するのやめた。かっこ笑い。あずさ、はぁ？信じられないんだけど。大輝、何か？出会いあれば別れありでしょ。あずさ、最低。大輝、最低じゃないよ。あずさ、最低だよ。よりによって、なんで、私が仲良くしてる千夏なわけ？大輝、なんでだろうね。まあ好きになる相手なんてわかんないからね。かっこ笑い。ゆきの、千夏、どうするの？私、どうするも何も私には彼氏がいるから。ゆきの、大樹くん、千夏は、こう言ってるけど、大輝、だから何？俺は、千夏ちゃんが好きだから、これからも好きでいるよ。かっこ笑い。あずさ、お前自分が何を言ってるかわかってんの？大輝、わかってるよ。あずさ、千夏には彼氏がいるの。叶わない恋じゃん。大輝、叶わないかどうかなんてわかんないよね。千夏ちゃん、私、どうだろう？大輝、まあ俺は、千夏ちゃんのことが好きだし、ちとは、別れるから、タイミング悪く、ここで、朝のチャイムが鳴って話が終わった。私はこの日から、学年全員の女子から避けられることに、本当に辛くてこういう状況を作ってしまった自分に、腹が立った。私が、もう少し危機感を持った行動ができていれば、こんな状況にはならなかったはず。でも、後悔しても遅かった。幸先よくスタートした高校生活だったのに、半年後には学年全員の女子から避けられ、気を使ってくれている男子が私に声をかければ、かけるほど周りの女子からの視線は痛かった。日が経つにつれて、私のメンタルは強くなり、こういう状況を作ってしまった私自身も悪いけれど、学年全体の女子から避けられることある？むしろ大樹くんとの会話と一緒に帰ったことをあずさに言った人誰だよと思い始めるように。でもそんなこと誰にも言えないのが現実。学年全員の女子から避けられてから1ヶ月ほどが経った頃、時々会話をする程度だった別のクラスのマミが私に声をかけてきた。マミ、千夏おはよう。私、おはよう。マミ、元気ないじゃん、どうしたの？私、状況が状況だからさ。マミ、気にしすぎじゃない？私、学年全員の女子から避けられてるから、気にはしちゃうよね。マミ、でも千夏は何も、悪いことしてないんでしょ？私、悪いことはしてないけど、死の彼氏と一緒に帰っちゃったし、死からしたら、そういうのは嫌だろうし。マミ、気にしすぎ、かっこ笑い。私、その結果がこうなってるから私が悪いってことじゃん。マミ、あれから大樹くんとはどうなの？私、こうなる前と変わらず話しかけてくれるけど、やっぱり周りの目線は痛いよね。マミ、だろうね。私、てか、私と話してて大丈夫？マミ、なんで？私、いや、私今学年全員の女子から避けられてるからさ。マミ、そんなの関係ないよ。千夏のこと避けたい人は、避ければいいし、私は、千夏と話したくて声かけたんだから。私、泣きそう。マミ、泣け泣けかっこ笑い。学年全員の女子から避けられてるから、私に優しく声をかけてきてくれたマミ。本当に心が救われた。マミのおかげなのか、この日から、今までのように私に話をかけてきてくれる女子が増えた。嬉しい反面、手のひら返しの凄さを感じた。そしてなぜかしと、ゆきのも普通に私に話しかけてくるようになった。なんていうか、この1ヶ月が夢だった感じ。そう思ってしまうほどいきなり世界が変わった。私が大樹くんを含む男子と話していても痛い。視線を感じない。今まで何だったの？と思うほどみんなの態度が変わっていた。それからは、表面的にあずさとゆきのと、仲良くしていたが、
高校を卒業するまでに一度も謝罪の言葉を言われなかったため、高校卒業後は連絡が取れないように LINE をブロックした。高校生にして人間社会、女子の恐ろしさ、人間の怖さを感じました。